日南市合併10周年記念として10月20日日曜日に開催される畑基博さんらによる野外ライブの市民先行チケット公開抽選が市役所で行われました。チケット800枚に対して1282枚の申し込みがあり、倍率は 1.60 倍。抽選箱の中に受付番号が書かれたくじを職員が200回引いていき、当選枚数を集計。当選枚数800枚に達して抽選が終了しました。正直ですね、どのくらい申し込みが来るかさっぱり分かりませんでした。やっぱり日南生まれの畑さんが皆さん、日南市民の皆さんにも大人気なんだなということがよく分かりました。見事チケットを手に入れられた方、また残念ながら手に入らなくてもですね、連動イベントとして開催される帯城下祭りとか連携マルシェとかありますので、日南に帯に来ていただく方をきちんと会場周辺までご案内できるような、例えば駐車場だったりシャトルバスだったり、そういった周辺の準備もしっかり進めていきたいなと思ってます。支払い方法やチケットの受け取り方法は、当選者に8月19日から抽選結果通知で知らせることになっています。日南市では今後、チケットの枚数が増えた場合は補欠当選の抽選を100枚行う予定としています。畑エキスポに出演する追加ゲストアーティストは9月上旬に発表される予定です。